皆さんこんこにちはファイナルファンタジー 13II 公式テストプレイヤーの大島優子ですありがとうございますあの最初にお話をいただいた時はすごいびっくりしました私がちょっと前に FF 好きって言って、はい、言っていたのをスクウェア・エニックスさんが発見してくださってあの今回のお仕事の話が始まったということであの名刺や 社員賞まで作っていただいたのでこれはもう頑張るしかないないいっって思って思ますそうですねまずはあの前作の,の「FF13」をプレイした一人として前作,前作から変わった点とかどんなふうにストーリーがつながっていくんだろうっていう部分ですかね。 公式ってお名前をいただきましたけど私はもう1人の FF ファンとととししててて皆さんと同じ目線でプレイをしてみたいい思っています例えば前作で右上の方に出てた小さいマップがあったじゃないですかあれすごく見づらかったんですよで自分がどこにいてどっちに行けばいいのかっていうのはすごく分かりづらかったのでもっとなんかあれが分かりやすくならないかなと思ったんですけど こんななと言っているのか分かないるかかですけどありがとうございますよかったですではあと他にもあの一度行った場所にもう戻れないとか寄り道できないとかっていろいろ惜しいなと思うところがあってそういうのが132ではどうなるのかっていうのをすごく注目していきたいと思います。 でもあの私は13がすごく難しかったんですけどでも面白かったし好きなので良かった部分ももちろんいっぱいアピールしたいですねあと FF13 って、まあ、いい評価も悪い評価も、まあ、いろんな意見があるじゃないですか。 で、その悪い評価を聞いた人とかが、もうサーティーンでやめて。サーティーツーに行かないっていうのが、もったいないなと思うので。そのもったいないぞっていうのも、私も推していきたいなと思っています。うん、私はただの一 F. F. ファン。ですし、ここをこう直してほしい。 っていうことよりはあのプレイしてみたらこんな印象でしたってレポートが開発の方の役に立ったら132がもっといいゲームになってくれたら嬉しいなって思います出来上がったゲームの感想を言うんじゃなくてまだ作ってる時にそれができるっていうことが本当にすごいことだなと思いますねあとはそうですね開発頑張ってくださいっていう感じです はい、えー、今回は私を含めた13人のいろんな立場の方がサ、えーティン2のテストプレイをしてそしてその感想などを伝えていきます、えー、本気で、えー、いろいろ伝えていきたいと思っていますぜひ皆さんよろしくお願いします大島でした